今日はですね、銭神様で有名な聖神社に行ってみようと思います。この神社、和道開珍で有名な神社なんですけども、700年代、ここでもって銅が採掘されたことから朝廷に献上して、元号も和道に変わったという、そういう風な和道開珍が出たところでも有名なところで、その後銭神様としてパワースポットとして有名になったところです。これでですね、宝くじでも買って高額当選を狙ってみようかとも思っています。聖神社です。和道開珍がね、ここでもってこの紫伝堂が見つかって朝廷に、献上してことを記念してっていうか、それで和道という年号になったという、その神社ですね。それから銭神様ってことになりまして、お金に困らないという、そういう風な神社でもあります。
はい、しっかりとお参りしましたので、これで金運もバッチリですかね。はい。